タイムズスクエアに広告サントリーも参戦。平野耀の誕生日が巻き起こす驚きの波。イブ・サンローランの新 CM 公開。1月29日、ナンバーアの平野耀さんが27歳の誕生日を迎え、コミュニティからの祝福の声が絶えませんでした。この特別な日を祝う中、日本で初めての試作が展開されるなど、平野さんの存在が社会的な注目を浴びています。 新たに公開された YSL、イブ・サンローラン、大手アジアンアンバサダーとしての動画や祝福メッセージは、ファンクラブだけでなく、SNS 上でも多くの反響を呼び起こしました。27歳の誕生日を祝い、今後の活動や幸せを願うメッセージが多く寄せられ、ファンたちは彼の新たな一歩に期待とエールを送っています。誕生日に関連する様々な活動やイベントにも注目が集まっています。 ファンが集まり、ニューヨークのタイムズスクエアに広告を出すなど、ファンたちの熱狂が広がりを見せています。企業からの祝福の声が上がり、サントリーの公式 SNS では平野紫洋さんに関する期待の声が広がっています。誕生日を機に行われた予告も話題になり、その広告展開が新たな宣伝効果を生み出すことが期待されています。 神宮寺ゆ太さんも SNS でお祝いのメッセージを送り、平野紫耀さんの反応には笑いと共感が広がりました。そのやりとりからは、ファンとアイドルの温かい絆が感じられ、平野さんへの深い愛情が伝わってきます。また、平野紫耀さんが ISL のアジアンアンバサダーに就任したことも大きな話題となっています。自身が憧れていたブランドにアンバサダーとして選ばれ、その喜びをコメントした動画が公開されました。 これにより、YSL の世界観とヒラノシさんのスタイルが見事に融合し、今後の展開に期待が寄せられています。ジャロンチン氏は、ヒラノシさんについて、エッチーでクチュールといった二面性を加えた彼のスタイルは、まさにイブ・サン・ローランが目指すシックアイレベーという世界観を体現していますと述べ、その才能を高く評価しています。今後のストリートジャックキャンペーンやコラボレーションにも期待が寄せられ、 ヒラノシさんの影響力がますます拡大していくことが予測されています。誕生日を迎えるにあたり、ファンからは30枚以上もの写真で埋まったスマホを披露するなど、ヒラノシさんの魅力が存分に発揮されました。その魅力が広告展開やイベント、コラボレーションによってますます浸透し、彼の活動が多様性と豊かさを追求するコミュニティに新たな輝きをもたらしています。